はい、皆さん、お疲れ様でした。ステップ2、マジュラサマリーとしては説明したいと思います。楽しかったでしょうかこれが、量子シーインターネットについては、いろいろお話ししたと思いますが。まずは、一番大きなメッセージと,としては、もちろん、それが、リ子シーネットワークは、だんだん開発中な,なので、だんだん出てきますよね。それが、まあ、一般の社会と,としてはそれ研究も、と最先端の,の,の開発も。 なんですが、これがえっと一般の古典ネットワーク、インターネットの歴史からいろいろなことが分かっていると思いますが、まあ一番重要としては、インターネットというものは、まあ歴史は1969年からの ARPANET とみんなはと言っている人が多いなんですが、もちろんそれの前の研究もあったし、それからちゃんとした現在のインターネットとしてはそれが まだまだ開発中でしょう。そして、えっと、それが、ハードウェアだけじゃなくて、ソフトウェアも、あと、重要になってるんですが、それが、えっと、同時に開発しなければならないでしょう。そして、アーキテクションはかなり重要になってるんですね。先に言ったとおりには、えっと、アーパネットのことなんですが、それが、まあ、一番最初には、えっと、別のトコル、プロトコルだったんですが、 70年代の後半あたりには TCPIP のアーキテクチャを開発してたんですが、そのアーキテクチャはもう半世紀ぐらいにを使っているでしょう。そしてそれがまあそのぐらいになってるんですが、インターネットはセキュリティはまだまだの問題になってるでしょう。それからマネジメントのこと、それがネットワークの管理なんですが、これが全部ができてたら、えっと、いいアーキテクチャができて、それが、えっと、まあ、 使えるようにはしやすくなるし、これから、えっとえっとえっと、長生きにな,になるでしょう。そして、ウェルシーネットワークもこれが同様になっているなんですが、えっと、概念が,が、えっと、再使用できると思いますが、解決した,した手法としては、えっと、もしかして違うかもしれない。それが、まあ、多重化とかルーティングとかも含むでしょう。 そしてこれがいくつかの問題、話題になっていることなんですが、それがまあ一般のこともあったし、最先端の研究もあるでしょう。でそれが今回にはそれがまあ割と安く説明する予定だったんでしょうけど、いかがだったでしょう。 それから、えっと、もうちょっと、えっと、概念をまとめ、まとめたいと思いますが、えっと、まずは、一番最初の、のレッスンのブロックとしては、それが、エラー管理の手法。で、それが、1G、2G、3G には、まあ、えっと、レッスン1のステップ1に説明した通りには、これが、えっと、携帯電話の 2G、3G のことではないでしょう。これが、えっと、量子中継機ネットワークについては、それが、が特別な用語になってるんですね。 それから、この purification、それが純粋なのことになってるんですが、それももう説明したでしょう。そして、えっと、誤り訂正型の中継機はまだまだ開発してないんですが、重要な概念になってるので、それが目指しているんですよね。それから、ハードウェアのことも説明したんですが、それがまあ、flying qubit と stationary qubit ね、それが動いてない qubit と動いてる qubit なんでしょう。 そして、リンクアーキテクチャでは、それが、えっと、僕ら五5つ説明したんでしょう。MM、MIM、MSM、それから RGS と、えっと、s n e a k のことを説明したんでしょう。それから、ネットワークノー o は,は12種類ぐらいあったんでしょう。それが 1G リピーター、2G リピーター、e p p s えっと、Measurement Node、Router などいくつかがあったんでしょう。それもかなり重要なことになってるんですが。 そして、えーと、もちろん、そのネットワークはいくつかのタイプもあったんですよね。それがシステムエリアネットワーク、あるいはモジュラーインターコネクトな,なんですが、それが一つの研究室内に使えるものでしょう。そこから、ローカルエリアネットワークから、メトロポリタンエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、衛星ネットワークで、それが全てをまとめて、それがインターネットワークにもなってたでしょう。 それから、コネクションプロトコールズのアーキテクションなんですが、それはルールセットを説明して、それから、そのと、コネクションセットアップの手法を説明したんですよね。それから、ルーティングとモルティプレクシング。モルティプレクシングは多重化でしょう。そのルーティングの問題はいくつかの研究も,もあったんですが、多重化はまだこれからの挑戦になっているでしょう。そして、この3つのことについてなんですが、現在のテストベットとしてはこれが、えっと、 簡単な手法を目指しているんですよね。そして最後は、Quantum Recursive Network Architecture。そのキーネットワークアーキテクョンになっているんですが、それが後天の Recursive Network Architecture の上に,には開発した概念になっているでしょう。それが我々の提案になっているんですね。それからアプリケーションのことなんですが、 いつもの通りには、セキュリティは重要なことだと皆さんもご存知だと思いますが、それが、えっと、それから、えっと、センシングのこともあったんでしょう。それが、例えば、複数の望遠鏡をやって、えっと、長期戦電波干渉系とかにはやってたでしょう。それから、その、Blind Quantum Computation、それが、一区、えっと、量子計算になってるなんですが、えっと、クラウドのバージョンと、 ブラインドのユニバーサルのコンピューテーションに説明したでしょう。それから最後の方なんですが、テストベッドにはそれが全世界の、えっと、実験的なテストベッドネットワークは今挑戦中なんですが、それが例えばヨーロッパとか米国とかにいるところがあるんですが、日本では Quantum Internet Task Force リードして、えっと リアシー中継機のネットワークを開発中になっているでしょう。そしてこれがまあいろんな、さっきの言ってた通りには、ルーティングとか多重化とかについてもそれが挑戦しているなんですが、現在の開発中のネットワークはまあ数ノードのぐらいの規模になっているので、これがまだ簡単なやり方になっているでしょう。それからスケーラブルなルーティングと多重化とプロトコルなどには、 これからの提案なんですが、このモジュール全体としてはそれが分かっていれば、それが挑戦できるようにはなっているでしょう。そしてこれが今回のモジュールのまとめになっているなんですが、皆さん本当にお疲れ様でした。それが一緒に勉強してくれてありがとうと伝えたいなんですが、これから一緒にリオシーネットワークを開発。 使うことも,もう一緒にやりましょう。